はい、パパパパパって、セントルサン種族とはまた違う、光のランプですね。個性が、こちらの方が男性的かな。面白い。スペシャルにやってくれています。そして今日のセントラさん種族の方はとても、静かでしたね。うわすごーい。秋分に入って、いろんな事柄がこう変化していくんですね。やっぱりこれは雨の雫じゃなくて、彼らが光をこのように大きく見せてくれているんですね。変わってますね、これ。今雨降ってるんですけど、秋分の、浄化として雨が降るんですよね、そういう時には。わーおー、すごーい。これは一部だったんだ。意識体だったんですね。イエーイ、すごーい。すごーい。また表現が、星が違うから表現の仕方が違いますね。すごーい。これは、シリウスゲートの時から現れている、プリテンド街灯だったんですけど、プリテンド街灯ではなくて、ET の意識体に振る、なんて言ったらいいんでしょうね。ランプというよりは、変容かな？わすごーい。変容、雨の中でやってくれていますよ。すごーい。特色があります。すごーい。個性がね、全然、セントラさんと違う。すごくこう、なんていうのかな、男性的な感じがしますね。面白い。すごい変容する時なんですね、私たちがね。なのでこのように見せてくれています。サポートを、地上レベルでもサポートをして、光の意識体たちですね、シリウスのね、彼らがサポートに、他の星も来てると思うんですけど、わあ、そうだそうだ、そうだったのね。何でもできるんだよね。変化していく時ですよ、皆さん。本質にね、戻っていくね、喜びを感じて、エンジョイしていきましょう。エゴを手放して、エヴァ、恐れを手放して、ラブ、愛ですね。愛の方向へと進んでいきましょう。周波数を高めて、行きましょう。彼らがね、今までね、光がそばに
ってくれたんですけど、こういう理由だったんですね。この変容のところも見せてくれてるんですね。私たちが通過していって変容していくんだよっていうことをね。はーい、すごいね。あー、特色がある。すごいね。きっとね、あの携帯も違うからね、セントラーさんとはね。だからね、そうなんですね、面白いですね。だからここはシリウスのグループ意識体たちがいて見せてくれています。はい、ありがとう。